マックスコーヒー、マックスコーヒー、マックスコーヒーとはコカ・コーラインストジャパンプロダクツ等が製造、コカ・コーラカスタマーマーケティングが販売しているコーヒー飲料の商品名である。正式名称はジョージアマックスコーヒー。愛称はマッカン、マッコーなど。1975年発売、当初の製品名はマックスコーヒー。 トネコカ・コーラボトリングのプライベートブランドであり、黄色の背景に茶色のギザギザ模様のパッケージが特徴。原料の内乳成分に多量の練乳、コンデンスドミルクを使用しており、甘みが強い。糖分量はコーラとほぼ同じで、これは同社の製品であるジョージアマロヤカミルクのカフェラや他社の UCC ミルクコーヒー Q。 UCC をオリジナルミルクコーヒーや、キリン小祝い濃厚カフェオレ、キリンファイアカフェデリビターキャラメルラテ、アサヒワンダ贅沢ダブル、アサヒワンダデラックス1などといった甘みの強い製品と比べても2%ほど高い数値である。原材料名の表記順も、加糖練乳、砂糖、コーヒーである。通常、原材料は、使用量が多い順に表記される。味わいは、カフェオレや、 既存のコーヒー牛乳に似ており、さらに甘みを増したような味わいである。ジョージアブランドになる前年の1990年の売り上げ実数では、トネコカ・コーラボトリング館内において、同社ブランドのジョージア全製品の合計が460万ケースだったのに対し、マックスコーヒーが430万ケースと、ほぼ拮抗しており、かなりの売れ筋商品であった。かつては、千葉県、 茨城県、栃木県を中心とした地域で限定販売されていた商品で、これらの地域を代表する缶コーヒーであった。詳細は、マックスコーヒーと上層を参照。近年では、関東近郊を中心として、販売地域が広がっており、2009年2月16日からは、正式に、全国販売が開始された。なお、マックスコーヒーに関する登録商標は株式会社。 鈴木コーヒーが保有しており、株式会社、鈴木コーヒーの使用許諾下で製造、販売が行われている。2014年1月現在の販売地域は以下の通り、2006年7月から23区内をはじめとする東京都内や群馬県、埼玉県、新潟県で販売が開始された江戸川区などの上等地区ではそれ以前から売られていた。 2009年2月16日より正式に全国で発売されたが、取扱いボトラー社は緩やかに減少し、再びローカル商品回帰の様相を呈している。販売エリアの拡大については、略紙を参照。日本での飲料市場での缶コーヒーの新長と、製品開発を求めるボトラーに対して、米国コカ・コーラ本社や現地統括会社の日本、コカ・コーラ社は、コーヒーを 缶容器で飲むこと自体が理解できなかったため、また自社の炭酸飲料との競合を恐れたため、缶コーヒーの開発や販売に消極的であった。そのため、当時有力ボトラーであったトネコカ・コーラが独自ブランドを立ち上げて発売した有意札冊を持つ。1975年当時、日本コカ・コーラ社は北九州コカ・コーラボトリング、現、 コカ・コーラ・ボトラーズ・ジャパン・ホールディングスと新たな缶、コーヒーブランドである、ジョージアを開発中であった、実質的な開発はそのほとんどを北九州社が行っており、日本コカ・コーラ及び米コカ・コーラ社の方では、外国人幹部のこんなものが売れるわけがないという意見が多数を占めていて、缶コーヒー市場への参入に否定的であった。そこで、トネコカ・コーラ・ボトリングが、子会社である、 トネソフトドリンクを通じて独自にマックスコーヒーを開発し同年6月に発売した。トネコカ・コーラボトリングが日本コカ・コーラと結んでいた基本契約ではコカ・コーラのマーク、車、自動販売機ではコカ・コーラ認定の商品しか扱ってはならないの項があり契約上はかなり不安定なものであったがこの時点では黙認されることになる。 マックスコーヒーの発売届を同じくして日本コカ・コーラ社よりジョージアが発売されるが、トネ地域ではマックスコーヒーがすでに発売されていたため、全製品をジョージアに切り替えることは事実上不可能であった。そのため、茨城県、千葉県ではマックスコーヒー、栃木県ではジョージアを扱うという変則的な販売手法が取られることとなり、1979年まで 続くこととなった。他にも、ドクターペッパーなどの他社ライセンス商品を抱えていた、トネコカ・コーラボトリングには、契約更新ができるかの問題が差し迫っていた。1990年、社長、当時のモテギ国旗がこの問題の解決に乗り出し、協議の末、1991年にマックスコーヒーの衣装を一部残した、ジョージアマックスコーヒーという新製品として発売することとった。 これによって、マックスコーヒーは、ジョージアの一ブランドとなり、コカ・コーラボトラー単独としてのとね、コカ・コーラボトリングの売り上げは、全国17ボトラー中5位に上昇した。先日のように、マックスコーヒーは販売エリアが限られていたため、映画、漫画、テレビドラマなどでその地域、主に千葉県と茨城県を象徴するアイテムとして、用いられることがある。東京モーターショーや、 コミックマーケットが展示会場を移動するなど、1989年に完成した幕張メッセが大規模イベントの会場となった。その後、コミックマーケットは1996年に再び東京国際展示場へと移動こともあって、バナイア周辺で売られていたマックスコーヒーが千葉の名物として広く認識されるきっかけともなった。 またトネコカコーラ自身もマックスコーヒーを千葉県を象徴する商品として位置づけ、2002年には千葉県の人口が600万人に達したことを記念した特別館を発売するなどしている。2016年11月20日に開館したペリエ千葉駅中3階の川島パンにはコラボ商品としてマックスコーヒーのクリームが塗られたコッペパンが売られている。 2017年6月21日から7月14日の期間限定で、ララポート東京米北立1階において、マックスコーヒーだけ自動販売機が設置された。1980年代には、千葉テレビでテレビコマーシャルを放送しており、森川美穂が出演するもの、1986年頃、や、100円で買えるオアシスのキャッチコピーのバージョンなどがあった。 1989年に開局したベイフムでもラジオコマーシャルを流しており、マックスコーヒーベイキッズストリートという冠無理スポンサー番組も存在した。全国発売の開始とともに再びマックスコーヒー単独の CM も制作された。内容は、会時の車に見立てた人間がレース中、ガソリン補給の代わりにストローでマックスコーヒーを飲まされるというの。 1> 第1バージョンは、富士スピードウェイで撮影が行われた。また、公式サイトでは、他のバージョンも視聴できる。また MTV ジャパンによって、MAX My Ride という、同局が放映するピンプマイライドのように、オーナーの乗り物をカスタムする番組も作られた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。